宙の始まりを知りたい、そんな研究が高エネルギー加速器研究機構にある量子場計測システム国際拠点というところで行われています。あれ、皆さんコーヒーを飲んでいますね。こちらでは定期的にスタッフの交流の時間を設けているそうです。皆さんこんにちは。量子場計測システム国際拠点拠点長の葉住です。今日はぜひ私たちの研究の現場を存分にご覧になってください。それではお邪魔します。宇宙の始まりには何があったんでしょうか？そうですね、これまでは宇宙はビッグバンと呼ばれる大爆発で誕生したというふうに言われてきました。ビッグバンというのはなんとなく聞いたことがあります。だけど今これまではっておっしゃってたんで、何か違ったことが分かったんでしょうか？そうですね、現代の科学者はですね、その熱いビッグバンの前にもちょっとだけなんですけども、宇宙はあったというふうに考えていまして、でその時代に宇宙がものすごい勢いで膨張した時代があったというふうに考えています。でそれをインフレーションというふうに我々呼んでおります。物価がものすごく上がるインフレっていうのはよく聞いてるんですけれど、はい、インフレとは全く別物っていうことなんでしょうか？そうですね、言葉としては意味合いとしては一緒なんですけども、物の値段ではなくて宇宙の空間の大きさがものすごい勢いで大きくなったというのを、インフレーションというふうに呼んでいます。具体的にはですね、もう1秒の1億分の1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 ぐらいの時間の間に、もう何桁も10の33乗倍くらい空間が大きくなったというふうに言われてます。1億分の1っていうのが何回も出てきて、もう正直ってよくわからないんですけれど、はい、そのごくわずかな間に大きくなったというのがインフレーション。そうですね、はい。インフレーションを入れないと説明つかないようなことってあるんでしょうか？そうですね、ビッグバンだけですとどうして今我々が見ているような宇宙の姿になったのかっていうことが説明できないんですね。なのでビッグバンの前にインフレーションすごい急激に膨張した時代があったと、宇宙をすごい勢いで引き伸ばして、もうシワ一つないようなすごい真っ平らな空間を作らないと今の宇宙が存在できないということで、そういう時期があったんじゃないかというふうに考えています。インフレーションってすごく不思議だなと思うんですけど、証拠は見つかったということでよろしいんでしょうか？いや、それを匂わせるような結果っていうのはいくつか出始まってるんですけども、まだ決定的な証拠というのは見つかっていなくて、それを見つけるのが我々ライトバード計画のやりたいことということになります。ライトバードっていうんですか、はい、すごくかっこいい名前だなと思うんですけど、ライトバードってどういう意味なんでしょうか？はい、ライトバードはですね、ここに書いてあるようにライトサテライトフォーダスタディーズオブビーモードポーライゼーションアンドインフレーションフロムコスミックバックグラウンドラディエーションディテクションってすごい噛みそうな名前の略なんですけども、日本語で言うとインフレーション理論を検証する衛星実験ということになります。今おっしゃってるのがすごく長くてちょっと覚えきれないなっていうのが正直なところなんですけれど、 CMB 変更っていうのがまず全然よくわからないんですが、それはどういうものなんでしょうか？はい、CMB というのはですね、宇宙マイクロ波背景放射の略でして、宇宙が誕生してだいたい38万年ぐらい経った時に出てきた宇宙最古の光というふうに言われてます。でその光がですね、光というのは基本的に波打ちながらこう飛んでいくんですけども、その波打つ方向が全部の光子が揃ったような状態、それを変更と言いまして、その情報を使うことで宇宙の始まりに迫れるんじゃないかというふうに我々考えております。 CMB というのは宇宙が始まって38万年経って出てきたと。ただちょっと不思議なのが、宇宙が始まったほんの一瞬のことが38万年っていうと結構長いような気がするんですけど、CMB ですと直接この晴れ上がりの時期38万年より前の状態っていうのは見えないんですけども、ただ逆にその宇宙の最初に起こったことがその CMB に情報が刻印されているというふうに考えておりまして、例えばインフレーション、先ほど言ったものが本当に起こっているとすると、この絵のようにですね、渦巻き状の変更のパターンが見えるというふうに考えています。なので我々はその変更パターンを見たいということで研究をしております。
インフレーションのことを調べるために人工衛星を打ち上げるってことなんですけど、はい、これ例えば人工衛星打ち上げなくてもどこか空気のきれいなところに大きな望遠鏡を作ってとか、そういったことで調べることはできないんでしょうか。どうしても地球上ですと宇宙全体をくまなく見るっていうことができないんですね。でこのインフレーションの証拠を捕まえるためにはそういうくまなくいろんな空を見るっていうのが大事でして、そのために人工衛星というのが必要になってきます。さて人工衛星にはどんな機械を載せるのでしょう。おや、金色に光る装置があります。こちらなんですけども、金色にコーティングされているこれが冷凍機になりまして、そのライトバード衛星では極低温非常に低い温度までセンサーを増やして動作させます。そちら の冷やすための冷凍機機械になります。この機械を用いて室温この部屋の温度から極低温絶対0度これ以上温度が下げられないという温度から 0.1 度だけ暖かいところまで冷やすという機械になっています。で今現在後ろで作業しているんですけども、こちらの方々が QUP の学生さんと我々のシステモロジーセクションの方々になっています。宇宙の渦っていうんですか、渦を調べるためのセンサーを載せるということです。はい、その通りです。その宇宙の渦というのが宇宙マイクロ波背景放射というものがあるんですけども、そこから数万倍程度非常に弱い信号になるんですね。なので感度が良くなってはいけない。その感度を良くするためには温度を下げるということで、我々はこのような低い温度冷たいセンサーの開発を行っています。絶対0度から4度だけ暖かいところになっていまして、そこからだんだん温度が下がっていきます。でこの一番下の温度ですね、この一番下の温度が 0.1 度、絶対0度から 0.1 度だけ暖かい温度帯域になっていて、ここに大きな送天面検出器、衛星に載せる送天面検出器という我々が開発するセンサーですね、大きなセンサーというのをここに搭載し、その性能評価を行う。この大きいのを打ち上げるということなんですね。実際はですね、この冷凍機重力を使っていますので宇宙環境では動きません。宇宙環境ではまた異なる冷凍機、違うタイプの冷凍機を用いて宇宙観測を行います。この冷凍機そのものを持ち上げるのではなくて、これからやるのはまずそのすごい冷たい環境を作って、そこでセンサーが動くかどうかを試験するためという理解でよろしいですか。はい、その通りです。この我々が作るセンサーというのはこれまでにないくらい感度が良いものになりますので、それを衛星に乗せる前ですね、前段階でしっかり性能評価、ちゃんと動く、ちゃんと要求した性能が出るということを確認しなくてはいけません。そちらを目指しています。センサーというのはもう出来上がってるんですか、これから今開発している感じですか。今まさにアメリカのバークレー大学ですね、サンフランシスコの横にあるバークレー大学でこの QUP の人間がデザインしたセンサーを製作しているところになります。夏ぐらいにできて、その後アメリカで少しテストがあって、その後こちらに持ち込むという予定になっています。そうするとまだ実際に載せるセンサーをこの冷凍機でこう試験するのはまだちょっと先という。そうですね、はい、実際の我々が作ったセンサーの試験というのは我々の今のスケジュールですと今年の末から来年の頭が一番初めのテストになると考えています。今はどういったこの作業されてるんですか。はい、今ですね、あちらにいらっしゃる金子さんと池本さん、こちらの方の創建大学というところの学生さんなんですけども、この冷凍機 のパフォーマンスですね、性能評価を調べるために今、空っぽの段階でちゃんと動くかどうかというのを確認してくださっています。冷凍機がしっかり動くというのを確認した後に一つ一つ新しいセンサーを入れてその性能を確認していくという形になっています。宇宙の始まりを調べるためには一つ一つのステップが大切なんですね。ところでこの高エネルギー加速器研究機構とは加速器の研究所です。加速器と人工衛星にどんな関係があるのでしょう。加速器と人工衛星ってどういう関係があるんでしょうか。はい、
我々人工衛星に搭載する機器はですね、最新鋭の超伝導センサーと呼ばれるものを搭載するんですけども、そこで使われている技術というのは実はここでやっている加速器の技術と非常に共通しているところが多くてですね、逆に言うとその加速器の技術を使わないとうまく衛星が作れないということで、まさに KEK があってこその計画だと言えると思います。加速器そのものではないけれど、加速器を実現するための技術を応用して人工衛星を打ち上げて宇宙を調べるということで、はい、そうです。ところで先生の後ろにある量子場計測国際拠点っていうのがすごく気になるんですけれど、はい、そうですね、量子場っていうとなんかちょっと硬いイメージになっちゃうんですけども、量子場っていうのは簡単に言うともう粒粒子のことでして、これまで我々は光とか電子とか本当に限られた粒子を使っていろんな現象を調べてきたんですけども、実はまだ使われてない粒子ですごいポテンシャルを秘めているものがたくさんあるんですね。そういうものを、技術の進歩とともに使えるようにして、新しい目を作っていこうと。でそれによってこれまで見つかっていなかったような新しいその量子場粒子を探していこうっていうのが我々の量子場計測システム国際拠点がやりたいことで、まさにライトバードというのも超伝導センサーっていうのはまさに熱をですね、熱も見方によっては粒子のように見えるんですけども、この熱を使って宇宙の始まりの新しい量子場を探そうというそういう計画になっています。キャッチフレーズとしては人類に新しい目をもたらすということで、これまでのいろんな装置とかセンサーでは見えなかったものを新しいそういう装置を使ってみようということで、いろいろな研究をしております。先ほどご紹介した宇宙の始まりの映像を見るっていうのも一つ のプロジェクトですし、あるいはこの宇宙にはあることは分かってるんですけども、全然見えない暗黒物質っていうのがあるんですけども、それも新しい目で見ようということで、このような高感度なセンサーを開発しております。宇宙誕生の瞬間を調べる人工衛星、筑波で始まる壮大なプロジェクトから目が離せません。 QP これ筑波で開発している計画ですので、筑波でこの高エネルギー研究所の中には QP、 また筑波の JAXA ですね、JAXA センターとも協力してタグを組んで実現しようとしている計画になっています。これからまだ少し時間かかるんですけども、その都度一般公開などお見せする機会がありますので、機会がありましたらぜひお越しください。我々喜んでプロジェクトの紹介などをしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。宇宙の始まりがどうなっているのかっていうのは多分皆さん一度は考えたことがある問題だと思います。で今までは割と哲学とか空想 のことだったんですけども、それが技術の進歩とともに科学の目で解明できるような時代になってきました。ここ筑波にある KEK、QUP でですね、進めるライトバード計画を通してぜひその宇宙の始まりに何が起こっていたのかというのを明らかにしていきたいと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。